にちは。はーい。はい、こんにちは。さあ、ここはどこでしょうか。どこでしょうか。こちらはですね、はい、江ノ島のスバナ通りにあります。ギャラリー T さんという素敵な、はい、ここは画廊っていうんですか、画廊ですね、ギャラリーさんですね、よりお届けしております、今日はですね、はい、11月の20日金曜日です。はい、はい、今日からですね、まあ、正確に明日からなんですけどね、11月25日まで白須くんという、ね、画家がおりまして、はい、はい、の個展が開催されるということで、今日は、はい、そんな白須くんが帰ってまいりました。帰ってまいりました。はい、今、はい、お昼ご飯を食べに行って帰ってきたところですね。はい、はい、おかえりと。そうです、作品展がね、はい、ペイントインミュージックから4回目のね、個展が開催になりまして、はい、今日のそれの今日はセッティング、朝から、朝早くから来まして、はい、セッティング今終わって、はい、はい、見てください、まあ、ここの後ろに飾られてるのまだ一部分なんですけど、さっき出たのにちょこっと映ったから、ちょこっと映ったかな、はい、と思います。この音楽は私がね、はい、こう担当しているというか、ピントインミュージックからということでね、はい、はい、で、絵は白須くんがね、もう額から全部手作りして作っております。はい、はい、そしてですね、うん、このギャラリー T さんは隣がもう玉屋洋館さん、そう、江ノ島、もう江戸時代からの、はい、間違えた江戸時代じゃないんだけども明治時代さっき間違えたから、違うよ、さっきちょっと日本史の話をしてて、そう、令和の前は昭和でとか、そういう話をしてたから、昭和の前は大正で、大正の前は明治なの、だから明治からだそうです。それよ、エリパルトはあのね、そういう時代が好きなのよ。好きじゃない、縄文とか弥生とか、そういうの、そういうの好きじゃん。でも縄文時代が何億年前かは分かんない、あんまりふわっと好きなのね。違うの、何千年、あ、いいや、いいんですよ、はい、そういうのはいいんですよ、いいんですよ、はいはい、ということで ね、そう、それで、はい、今ね、玉屋洋館さんからですね、私が妊娠してね、頑張ってくださいって言って、今ね、この洋館とお抹茶のセットをいただいちゃったんです、はい、そうなんです、めちゃくちゃ嬉しい。前回、去年も、はい、こちらで個展をさせていただいた時に、うん、私は500円でね、こちら、はい、去年はちょっと今年お値段ちょっと分かんないんですけど、うん、500円でお抹茶とこの洋菓のセットいただけるんですよ。で、そのね、そのもう歴史を感じながらね、洋菓、玉屋洋菓さんの洋菓ったらもうめちゃくちゃ超有名で、雑誌とかにも載ってるし、そうです、そうです、テレビにもね、そうなんですよ、ね、で、今回は差し入れていただいちゃったんで、ちょっとこの会場でね、贅沢にも、はい、ちょっとこの空間の中でいただこうかなと思っております。じゃあまずお抹茶から、お抹茶の方、はい、いただきます。いただきます。ちなみにこれ姉妹の時代なんですよね。あ、そっか、そういうことでいいんですね。あ、じゃあまだ言ってなかった。そうでしたね、姉妹の時代バル26。ちょっとお世話気味にね、ちょっとごめんなさい、なんかいつもと雰囲気違うでしょ、ちょっとお出かけ姉妹みたいな感じですけどね、なんだか、はい、でもいいじゃないですか。はい、じゃあどうぞ。ちょっとお抹茶から、でもどう、じゃあ正確にどういうふうに飲むものなのかっていうのはちょっと恥ずかしながらわからないんですけど、お茶ってなんかコップの持ち方とかあるんですかね、でしょうかね、これ、まあ、ちょっとこうですかこれ下の持つんですかね、そうなんですか、ここにいただいてよろしいですかね。いただきます。こう回すとかそういうのないですよね。本当にそのまま持つのかな、こういう回すとかないですよね、ないですか。はい、そのままです。本当にこれも、うん、いただきます。うん、苦味と甘みのバランス美味しい。あと温度です、やっぱりね、
あの緑茶、まあ、これ緑茶の部類ですよね、はい、あの、まあ、暑すぎないんですよね、確か60度ぐらいなんですよね。でも私は面倒くさいから沸騰したらガッてやっちゃうんだけど、本来それダメなんですよね。本来は60度ぐらいということで、もうほんと飲みやすいです。そしてこのね、渋みがね、なんて言うんだろう、嫌味のない渋みというか、あのね、甘みも感じるのでね、なんかすごくこうスッと大きいけど、でも大きいけどって分かんないじゃない。何が大きいんですか。はい、どうぞどうぞ続けてください。味、なんていうの、うんと大きいんだけど、うん、でもあっさりしてる。なん全然大きいとあっさりはね、何の対合でもない。対合でもない。最近あの食リポ急上昇中と、それ私すっごい巷では噂になっているのか、なってないのか、アッキリだけ言われてるね。アッキリだけそれを言われるってなぜかね。ということで、あらこの羊羹ってあれじゃないですか、これ海苔羊羹ですか。はい、あのめちゃくちゃ有名な海苔羊羹じゃないですか。うわー嬉しい。これまた綺麗なお皿にね。じゃあいただきます。はい、じゃあちょっと私海苔羊羹からうん、うん、ほんとだ、海苔の味がね、ふわっとる。うん、羊羹と海苔ってこんなに合うんですね。ね、あ、美味しいです。うわぁ、うん、このね、甘すぎない、そしてこの食感、はい、うん、ちょ、あ、こっちも行っちゃった。何も言わず行っちゃった。じゃあもう栗も入ってる、うん、本当にこの海苔羊羹ね、これはね、お土産にも喜ばれると思いますよ。栗が入ってるよ。入ってるよね、うん、私栗の方食べてみる。いいね、入ってます、栗がたっぷり。いいですね。でもこれ一緒に食べるのが難しいな、これ。間違いないね。うん、うーん、この会場でね、この羊羹とこのお茶、なんて贅沢な、本当に美味しいんでしょうか。美味しいです。本当に甘さ控えめなんだけど、うん、なんていうんだろう、このまろやかなこの甘さと、うん、口当たりもすごい、うん、つるっとね、うん、美味しいです。なんか作りたてな感じがする。本当にどっちがお好みですか。私はですね、海苔羊羹ですね、うん、エリゴも私も、うん、両方すごく美味しいんですけど、うん、すごい個性が際立ってるね、やっぱ本当に、あの磯の磯海苔の海苔って言ってください。海苔はでも磯じゃないですか。磯の香りまではしますか。磯の味はしますよ。磯感出てますか。出てます、磯感が出てます。出てない。何感出てますか。海苔ですね。あ、海苔感が、海苔がすごいふわっと合うんだな、羊羹と、と思って。羊羹に海苔を入れようってどうやって思ったんだろうね。ぜひ取材をよろしくお願いします。お願いします。とっても美味しかったね。うん、皆さん、はい、この26ってことは、うん、そっか、もう終わってるんですね、個展は。そうなのよ、残念ながら。ちょうどそうです ね, ね, でね、だから放送される時には先週の日水曜日に終わってるってことですかね。うん、まあでもね、よかったら江ノ島に来られる際は、はい、玉屋羊羹さん、ぜひね、はい、そしてあのギャラリー T さんはね、ほぼ休みなくどなたかが個展を開催されているかと思いますのでね、はい、はい、ぜひ遊びに来てみてくださ ててください。では、はい、ちょっとおすまし姉妹でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。またね、バイバイ。